佐野ももも子です。今日はねペヤング極激辛焼きそばをいかに平気な顔をして食べられるかをやってみたいと思います。私普段激辛のね食べ物がすごく大好きなんですよ。そうで前にこのペヤング極激辛をツイッターで食べてる動画を出したことがあるんですね。そうでも普通に食べて、しかも普通に辛くて泣いちゃったんですよ。そうけどまあね、味的には美味しく食べられる辛さだったの。だから今回は、まあ、いかにねおしゃれに、せっかく今日ね可愛いお洋服を着てるので、はいいかにおしゃれに極激辛だと感じさせないように食べられるかというね、はい曲をやっていきたいと思います。それではルーン、おしゃれな器に持ってみましたどうどう、はい、こちらをね食べていきたいと思います。ペヤングに見えないでしょそれではそれではいただきます。どうだろうね、器変えたらちょっと違う感じになるかもしれないはい、ではではいただいていきたいと思います。焼きそばをフォークで食べるっていう。それではいただきます。美味しいあ、こんな味だった。こんな味だった。そう、すごく刺激的で風味があるよ何の風味な何の風味か何の風味かな。あとこれは皆さんぜひ食べていただくとき気をつけていただきたいのが、まあ息をなるべく吸わない方がいいと思います。味はね美味しいですよ。キャベツの甘みがすごく引き立ってますおいしい。辛いからハハしてるんじゃないですよ。美味しくて思わずため息が出るんです。そう、ペヤングさんってこんなに美味しいんですね。普段あんまり食べないからすごく美味しい。今日暑いよね。うん、今日なんか昨日と比べてね暑いと思う今日。うん、結構ね割と夏かなぐらい暑いよね。長袖失敗したかもしれない。うん、汗がすごい、はあ、暑いな今日。ちょっとねほんと暑い、夏かも。でも外35度ぐらいあるね汗だもん。目から出てるけどこれは汗いや
ヨネーズかけます。いやね、やっぱ味変ってした方が美味しいと思うんだよね。いや合うと思って、うん、辛いとかじゃなくて純粋に合うと思ってね、うん。マヨネーズの味もう全然涙すごいんだけど、違う、涙じゃない、これは汗、目から出た汗。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ペヤング極激からいかに上品に辛くなさそうに食べられるか検証、結果マヨネーズを入れれば笑顔で食べれるはい。いや、でもね、これ本当に、味はね、美味しいんですよ。なんか定期的に食べたくなるっちゃ食べたくなる味なの。そう、ただ、辛すぎて涙が出る。はい、ね。皆さんね、ぜひね、もし試そうかなっていう方は、お供にマヨネーズがあるといいと思います。あと、私のおすすめのトッピングは、ツナ缶です。ツナマヨでね、めちゃめちゃ美味しい、合うんですよこれ。ツナマヨ入れるととてもね、美味しく食べれる、普通の激辛料理ぐらいの辛さで食べれるかな、多分ツナマヨ入れたら。はいおすすめです。それでは今日は、美味しく焼きそばを食べてみました。今もちょっと涙がまだ出てきます汗みたいに出てくるの、でもなんか本当にタラーって出てくる、汗の一種だと思います多分。皆さんもぜひぜひ、ビレバンとかに売ってるんでねぜひぜひ食べてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。めちゃめちゃ涙目